さて続きやっていくか。ナゼール海峡中何パーとか前に訪れてる場所だよな。んでここ渡り方なんだけど、もうメモってきたわ。まずは下に行く。まず下に行って敵と戦闘にならないでくれ。で右に行く。あ、いいのかこれで。左行って上行ってで右行って下、これで行けるらしいんだけど、まあ行けなかったら、まあ、別の方法でも行けるらしいから。え？は？ああこっちか。はいはいはい、よかったよかった。渡ることできた。でムーの住処、まあ、今日やりたいの氷の遺跡っちゅう場所なんだけど、その氷の遺跡のフラグを立てるのがここに来て、まあ誰かに話しかけるとフラッグが立つらしいんだけど、我々は近づきませんが東に行くと古い建物がありますよ。これだろう。子供に対して大人の泣き声えぐいな。でフラグは今ので立ってるよね。町のこいつ長老だと思うんだけど、こいつに話しかけることによって別のフラグとか立っちゃいそうで怖いからやめて。はいはいはい、来てるね氷の遺跡。ここやっていくぜ。で裏で恐ろしいぐらいレベル上げとかをした。で装備が今白銀のチェール、鋼の具足で、あとガントレット、いやコテとこの具足ってやつと、あと大きい鎧、重い鎧、この3つ強化して、であと魔法もエリクサーだっけ、エリクサー以外にもう1個なんか天の術と地の術混ぜたやつだったかなを今開発してて、まあ、計200万ぐらいお金を貯めて使ったんだけど、で術がソードバリア覚えてるんだよな。ソードバリア覚えて、あとストーンシャワー覚えて、まあそんな感じだな。で技でも切り落とし、ここに巨人のボスが出てきて、その巨人には切り落としでスタンさせるのがいいよみたいな書いてあったから、もうその通りやってくぜ。で宝箱とかどうなんだ、何個か罠って書いてるよね。25万クラウンいいね。牛の置物みたいなやつ、牛じゃないか、これ象か、象の置物が左右に置いてあるのか。右の宝箱だけがちゃんと中身入ってて、残り2つが罠だよみたいのが書いてあったような記憶があるんだけど、一応開けるか。ミミック、うわちょ、そういうことかよ、びっくりした。ヘルタスケルタ、戦ったことあったっけこんなの、全然記憶にないんだけど、左下にいるワリオみたいな顔したお星様は戦ったことあるんだけど、でライガー、こいつねマシンガンジャブを覚えてくれた。これだいぶはかどるよね戦闘。で白薬、ストーンシャワーで、ウインドカッター、フィッシャーは正直微妙なんだよな。まあ一応ストーンシャワーを覚えさせてるんだけど、あトマホークもやんない方がよかったかな。ボス戦で切り落とし要因だからあんまりね、技使わない方がいいのかなみたいに思ってたんだけど、まあいっか、使っちゃおう、多分大丈夫、いけるはず。まあ雑魚戦すごい簡単だよな、もうサクサクいけるわ。ただ数が多いんだよな。でドレッドナイト、これ俺が3回ぐらい戦闘したことあるんだけど、3回ぐらい全部カットして飛ばした敵だと思う。なかなか硬いキャラなんだよなこいつな。でそっか、いやライガーもマシンガンジャム使いすぎない方がいいか。ボス戦まである程度温存はしておいた方がいいだろうから。あーでストーンシャワーもそうだよね。かといって白薬が呪文使わなかったらマジでただの置物だからな。無難に技を使わずツバイハンダーとかで間をつないで、まあ、PP とか技ポイントは、まあ、裏でステータス上げて、その時に
あげればいいよねっていう話だから。んー、まあ、このターンじゃ無理か。これ死んだか。うーわ、痛え。痛えけど耐えてる。で、待って。ガートルードがむしろ攻撃した方がいいんだよ。こいつにいいもん装備させてるんだからさ、クロスクレーモアとかも装備させてるんだからさ。で、術ポイントも一番高いんだから、こいつは積極的に技使った方がいいね。で、いや、白薬は、まあ、いろいろな星使うか。で、命の水で回復させて、で、フィッシャーも、覚えんのかな、こいつ。ひらめきタイプがどれに属するのか分かんないけど、水取り剣と無無剣は、あ、でもボスで切り落とし使うから、あんまりあれか、使えないか。まあ、無難に攻撃だよな。無難に攻撃して、オッケーオッケー、このターンで仕留められるんだったら問題なす。666技術で悪魔の数字だ。で、はよ、脱出したい。うわ、めっちゃついてくるじゃん。で、多分左側も罠だよな。もう植物も動いてるしよ。いや、罠くせえな。あんまり戦いたくないから、リセット&ダッシュできるようにセーブして、はい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 。で、なかったことにして、これで、上に登っていけばいいんだろうけど、これあれかな、どっちも、左右対称みたいになってんのかな、チャンピオン。まあ、無難に二段切りだわな。てか、このガートルードっていう小娘がさ、覚えてくんないんだよな、剣の技な。あの、ひらめき耐性、ひらめき耐性っていうか、ひらめき性能が、あんまりいいひらめき性能をお持ちじゃないようで、で、ストーンシャワー。ストーンシャワーの回数的に、あと5回ぐらいしか戦闘はしたくないんだよな。で、いや、ウィンドカッターがそう考えたらコスパはすごいいいんだよね。まあ、術ポイント回復する、術ポイント、ん?いいのか、術ポイントを回復する飲み物とかあるじゃん。あれってでも非売品だからさ、そんな多様化はできないよね。まあ、かといって、術なしで白薬を、白薬っていうか軍師?軍師とか、術得意系のキャラを、使い続けるのって酷だよね。スルーできた。おしおし、オッケー。で、これもシンメトリーだよな。で、宝箱がある。さあ、どうよ。お前、罠かよ。まあ、直前でセーブしたけどさ。まあ、たまにはダラダラと戦闘をお見せする回があってもいいんじゃないかなとは思うんだが、フレームウィップ使うか。フレームウィップの方が省エネだから。で、フィッシャーはツバイハンダーで。これあんまりツバイハンダーのダメージ見てないんだけど、そんなに入んないよね。300ぐらいしか、300も入んないか。格闘家のキックでこんなもんだから、微妙だな。いや、海賊、このフィッシャーはパンチがすごい得意なんだよな。170か。あー、でも倒せた。海賊のくせに珍しく体術が得意。いや、どうなんだろう、海賊って斧以外パッとしないイメージなんだけど。で、ボーンドレイク初めて見るキャラだな。ライトボールぶちかますか。ライトボール効きそうな見た目してるじゃん。ドラゴンゾンビっぽいさ、名属性っていう感じの見た目しているから、まあ、ここはとりあえずライトボールで様子見。で、下のドラゴン失明させてやったぜ。下のドラゴンはそんなに強くないよな。何かしらの特殊攻撃みたいのは持ってるだろうけど、あー、こんなもんかダメージ。大したことない大したことない。問題はこのボーンドレイクってやつよ。まあまあ痛いな。まあまあ痛いけれども、死ぬことではない、死ぬことではないから、まあ対応はできるよね。で、まあいろりなの星とかも使うか。いや、軍師強いんだけどさ、やっぱ技が、技しか使えないっていうのマジでデメリットだよな。で、このターンは、ああ、斧使えばよかったか、どうせなら。で、このターンで上のやつが死んでくれれば、まあ俺としては大成功なんだけど、まあゼロダメージなのはなんとなく予想はついてた。さあ、くたばるか。マジか。いや、ちょっとなめぷ気味だな。ダメージそんな、オッケーオッケーオッケー。ダメージはそんな食らってないからいいんだけど、回復とかもしたくないんだよな、できることなら。まあ、このターンで倒せなかったことを見越して混合力1ターン目で使うべきだったよね。で、回復に専念させーの。
まあ、バイキングアクスで。ボスのいるダンジョンってどうしても術ポイントや技ポイントの節約、そういうのを考えながらやんなきゃいけないから、まあ、テクニックいるよな、普通のやり方よりもな。将棋で言うんだったら詰将棋をするようなもんだよ。適当にガキの大会とかで適当に打てやいい、そういうわけではないから。うんで、くたばりやがった。くたばるか、くたばっちゃうか。やっぱ技使わんとダメか。で、二段突き、待って、これ、あ、大丈夫か。普通の、オッケー、消せれる。白薬もな、軍師だから HP 低いんだよね。そこがやっぱネックか。で、後ろからの攻撃、いや、これもこれでもまだしなんか。相当タフだぜ、あいつ。今戦うべき敵じゃなかったかもしれんな。いや、まあいっか、二段切りやって。あ、そっか、俺、あれ使えてないのか、コンゴリ使えてないのか、今くたばったよな。いや、待て、くたばったか。あれ、俺コンゴリ使ったか。いや、もうわかんねえや。で、こいつがコンゴリ使って、攻撃してるキャラに、エールを。これで死ぬ？いや、まだ死なないか。もう中ボスぐらいの強さあるよな、こいつ。あ、オッケーオッケー、ようやく仕留めた。うん、もう今更コンゴリって意味ないんだけど、もうすでにコンゴリかかってたよね、今500なんぼっていう、そこそこいい値が出てたから。で、土属性とかの魔法、一回でも戦闘中に使えば、マスターレベルが上がるよみたいなこと書いてあったけど、そうなのか。いまだにマスターレベルとかの仕様を理解してないぜ、俺は。まあ、生命の水使うか。コマンド入力さえしてしまえば、まあ、術のレベル上がる可能性あるじゃん。まあ、今回経験値低かったから上がんなかったんだけど。てか、経験値296か。いや、えぐいぐらい低かったって。待って待って、今、白薬。白薬のあれ、あ、5か、うん、5ならまあいいや。まあ戦闘不可避だわな、そんな気はしてた。赤鬼、赤鬼シリーズ、赤鬼、青鬼。うんで、そう、剣術でさ、全体攻撃できる、なかなか強い剣術があるんだけど、それをな、まだ入手してないから。いや、もう関係ねえ、ストーンシャワーとかガンガン使っていくか。赤鬼ってやっぱ火属性なんか。肌の色的に火属性感があるけど、でもそんな魔法使ってこなさそうだよね。なかなかいいダメージ入ってんな、600。いや、ここまでのマシンガンジャンプとかを使うことでもなかったかもしれんが、まあ、ガーゴイルしか仕留められてないから、赤鬼そこそこタフだぜ、こいつ。まだ死なないからな。HP4000 前後あるのか。攻撃力は大したことないからいいんだけど、回復しやがった。地層との相性がいいんだろうな。まあ、ここは節 MP でやっていこう。いや、術師とかどうしよう、使うか。使ってさ、その後年代ジャンプとかしたらまた技回復するのかな。で、バイキングアクスで。いや、てかイロリナの星使わないで、1ターン目の時点でもうストーンシャワーも使わず、お、なんか覚えた。お、だ、大爆弾、大爆弾って技覚えたけど、これ爆音対策に使う斧の技だったような記憶があるんだけど、もうすでに爆音は始末してんだよな。で、混合力で、まあ、格闘家上げて、アリエスもな、まあ、メイスで攻撃していいでしょ。でもピコンってなった時だけ技ポイントを無料で使えてるよね。いや、多分そうだよね、うん、自信ないんだけど多分減ってないと思うんだよ。あ、だいたい2倍ぐらいのダメージか。まあ、アリエスもくたばらせないように注意しつつ回復を入れていく。魔法使いタイプだからさ、メイスとか基本的に腕力低いからメイスを鍛えても旨味がないんだけれども、でもメイスとかを使うことによってその全体のマスターレベルが上がるから、多少は使った方がいいんじゃないかなとは考えてんだけど、待って、逃がして、よし、オッケー。さあ、ここはどうよ、本物であれ。35万クラウンいいぞ。じゃあ右の宝箱と左の宝箱が正解だ。待って、できることならこいつ巻いて、オッケー、巻いた。え、なんかいっぱいいる、あやかしの類がいっぱいいる。うーん、でボスいるね、ボス嫌がるね。巨人の姿がちらっと見えたな。まあ、ブレインイーター、バンパイア初めて戦うな。まあ、初めて戦うし全力でいこう。あ、なんかこいつロックブーケと同じような攻撃してきそうな気がすんな、バンパイア。ストーンシャワー使うか。
うん、で、ウィンドカッターもヴァンパイアに使って、フィッシャーはまあスパイハンダーで、あーしまった、上の気持ち悪い方攻撃しちゃった。見た目の割に体力そこそこ高いのか、このヴァンパイア。レベルを上げすぎたせいか、レベルを上げるっていうか、お金を稼ぎすぎたせいか、毒液。あ、そんなに痛くねえじゃん。んで、敵、地層が一致してんのか、回復してんな。で、二段切り、蹴り。ハースヒールもな、燃費悪いよね。で、万一このターンで死ななかった時のことを考えて、回復はしておく。あ、回復じゃない、混合力を使っておく。いや、どうだろう。ヴァンパイアってでもこれ、女性だよな。髪長いし、足細いし、いやでも氷川きよしみたいな可能性あるから、一概に女かどうかわからない。メスのヴァンパイアがいたっていいじゃないか。んで、知らなかったな、このターンで。で、全員、一部を除いて毒を食らってしまった。まあ、いろりな星使って、待て、お前、あ、まあ、いっか、いろりな使って、まあ、生命の水使いの、いやもう最悪、物資分解していいかなってちょっと思っちゃったんだけど、混合力で、格闘家の方。あの真ん中の女皇帝はもう混合力かけてるような、800何本ダメージ入ってたから。なんでこのターンで無事仕留めて。回り込まなきゃいけない雰囲気かもし。待って、どっちだ、穴がある。よせよ、日記の。初めて見るキャラ出てきたな。で、このターンも NP は節約からの混合力で、早め早めにステータス上げて、で、お前も混合力で、俺今どっちに混合力かけた。軍師が女にかけて、で、海賊の方が格闘家にかけてればいいんだけど、OKOK、いいぞ、これで次のターンで、だいぶいいダメージ入る。おお、巻きつき、目のクラゲみたいな攻撃してきやがった。もう耐えられるね、耐えられるね。足絡めは別に大丈夫、もうすでに全員スタンの状態だから。で、まあ、同じように、即二段切り作戦。からの、もういろいろ残していいか。で、死にかけてんの白薬だよね。で、あとバイキンガッツで。多分このターンで上の方のヘビは死ぬはず。よし、オッケーオッケー。予想通り。このマップもさ、シンメトリーになってるから、右か左のどっちかからしか行けないと思うんだよな。落とし穴みたいな、ワープ装置みたいな足場あるじゃん。あれがさ、まあ、厳重剣、普通の攻撃でいいや。で、蹴り。ライトボール使うか。で、メイス攻撃 C のスパイハンダー。多分こんなにやらなくてもこのターン倒せると思うんだけど、倒せたね。で、ここの落とし穴が、さあどっち？あ、ゲートが開いたってこと？あ、正しい道開いたってことか。で、新しい毒ヒルアゾート、ナイトシェード、初めて見るキャラが何体か出てきてる。いや、まあまあ強いんだろうな。もうめんどくせえからマシンガンジャブとか。使うか。まあ、3ターンに1回ぐらいは、たまにはこういうバカでけえ攻撃していいと思うんだよ。で、フィッシャーにもストーンシャワーを覚えさせてるけど、フィッシャーはそんなに魔力が高くないから、まあ、白薬の3分の1程度のダメージがあんまり強くねえじゃん、こいつ。っていうか、スライム系であるにもかかわらず、体術のダメージそこそこどうだなって、技術点落ちすぎない？俺、そんなに今の敵強いとは思わなかったんだが、やたら技術点高かったな。敵が鬼のように強え。で、回避して、門番みてに居座ってやがんな。行こう。お前か。いやー、まあ全力で行くわ。まあ逃げようかリセットかけようかで今ちょっと悩んだんだけど、一回全力で行くやつとかで、一回全力で行ってダメだったらしゃあない。分子分解頼む。分子分解聞いてくれ。分子分解するぐらいだったら全力出すなよっていう話なんだけどさ。で、このマシンガンジャブって、スタープラチナみてえだよな。ジョジョの、これ火に耐性あんのか。でもいい、混乱つか麻痺してる。麻痺して動き悪くなってるから、おしょしょ、ざまあ、分子分解ざまあ。完全にスタープラチナの動きなんだよな、マシンガンジャブ。めっちゃ、オラ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 って BGM 聞こえそうじゃん。で、ここの、反対側って何なの？反対側にもなんかあるじゃん。これ罠？あ、罠じゃない。あー、はいはいはい。玉座。玉座ね。いや、一戦一戦がマジできちいわ。ここって宝箱、右上に、
チラッと見えたんだけど、待って、あのスライミーうまく誘導できねえかな。あの巨人の後ろにも宝箱あるじゃん。で、ここの、待って、右の罠かもしんないから一回セーブして、さあ、なんかある。グリムリーパー来た。優秀な斧かな。斧だよな。フィッシャーに装備させるべきだろ、これは。え？あれ？あ、違う。弓なんだ、グリムリーパーって。ああ。喜んで損した。いや、弓は、正直もう、いや、いいかなって感じなんだけど、まあ、一旦セーブして、いや、幸い、そんなに強くないスライムだった。で、これ左は何？どうなんの？入り口まで戻されるとか。え？何？な、ん？出口が開いたとかかな？ちょっと確認してみるか。え？なんか階段がなくなってんだけど。階段を出すとかか。ああ、はい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 。階段が、でもさっきまであったよな。あれか、データリセットとかかけたら、なくなるとかなのかな？仕様がちょっと、謎なんだけど、で、これで巨人の元に行けるようになってるから、行くか。ちょっと気が重いぜ。もう術が、あんまり使えないからな。まあ、その、白薬はそんなに使わないからいいとして、まあ、他のな、ガチムチ系のキャラが、どこまでやってくれるか。巨人、いかちいな。ジョジョ一部にさ、こういうやついたよな。ジョジョ一部のなんだっけな、名前忘れたわ。なんかこういうやつ2人ぐらい敵として現れてたよね。なんか死者を蘇らせて、400年か300年ぐらい前の死者を蘇らせたぜみたいな、そんなんあった記憶がある、あるんだけど。で、他のキャラは、あ、こいつ、あれ覚えてねえのか。ん？あれ覚えてねえな。あ、そっか。こいつも攻撃キャラだから覚えさせてないのか。で、まずはソードバリア。これ、ソードバリアって一回こっきりなのか。一回こっきりだったら、ちょっときついんだけど。まあ一応保険としてのソードバリアを張って、スタンする。よし！オッケー！スタンしてんだったら大丈夫。で、2500か。HP2 万とかだから、もう、初めてソードバリア使ったけど、こんな感じなんだ。もうすでにスタンしてるけど、もう関係ない。で、基本的に今と同じ感じだけれども、混合力で攻撃力を、上げていく。攻撃持ってないやつは、まあ、ウィンドカッターとかでもして。いやー、どうすっかな。いや、このターンもしかして、あのガートルードだっけ、あいつの名前、失敗する可能性もあるから、それ考えたら無難に切り落とした方がいいな。スタン効くねー、調子がいいね。で、この次のターンから、あれだな、白薬も、白薬は、やっぱ格闘家の方にかけた方がいいな。この海賊の切り落としのダメージがビビたるもんだから、伸びしろのある方に、伸びしろのある方を成長させた方がいい。で、こっち成長させて、ウィンドカッターのダメージ全然見てないんだけど、まあ言うて300ぐらいしか入ってないだろう。消費 MP も1しかないし。で、次のターンから格闘家もバーサーカー状態みたいになってるから、まあ600、まあまあ食らってんな。この切り落としと同じぐらい、あ、スタン効いてなかったんだ、あぶねえ。すでにスタン効いてたら、スタンって表示されないよね。で、混合力かけーの、
まあ、こいつはたまにメイスでぶん殴ってで切り落とし。スタンって出た後もう多分スタン出ないよな。スタンが効いてなかったからさっき海賊がぶったたいた時にスタンって出てたと思うんだけど、で魔力の高いキャラがバイゲルト使った方が伸びがいいと思うんだよね。あんまり変わんねえか、同じぐらいか、 1.1 倍ぐらいか。いやそろそろこっちの脳筋キャラの技ポイントが減ってきてるのがちょっと怖いんだけど、まあ、脳筋じゃないキャラも多少なりとも攻撃して攻撃に参加させることでやつの HP を徐々に削りたい。おおいいね、白薬ですら200ダメージ与えてんだもんな、大したもんだよ。なんなら魔法使いだってただのメイスでぶん殴ってるにもかかわらずそこそこいいダメージ与えてるよね。で自分にかけるか。こいつメイスで攻撃するよね。ウィンドカッターひたすら使った方がいい、あと70回も使えるんだから。でマシンガンジャブの術ポイントがもうほとんどないんだけど、そろそろこいつの HP もほとんどないと思うんだけど、よし来たー、オッケー、技術点おいしい。あー、あれ落としてくんなかったな。トリプルソードみたいな名前の技の技じゃない、名前の剣落とすだけど、あんまりドロップ率も高いわけじゃないからしゃあないよね。あーよかった、勝てた。でこの宝、アメジストの斧を手に入れた。これがアメジストのってか斧か。バイキングアクスより上がるでしょ。はいはいはい、上がるね。アメジストの斧あるんだったら別に斧の強化しなくてもいいよな。で王剣に関してはもうクロスクレーモっていう最強の王剣があるから。でこれ踏んだらどうなんの、待って踏む前に画面でも出てるんだよな、何かが開いたと思うんだけど、ゲームを途中で中断した場合に階段のオブジェクトが初期化されるから、その階段を出す用のオブジェクトかな多分。もう敵出てこないか、出てくんのか、お前らちょっと油断してた。帰りまで、家に帰るまでが遠足ってやつか。もう技ポイントとかほとんどねえんだよ、勘弁してくれよ。うまく逃げられたからいいんだけどさ、いやー大変だったってことで戻れない。あー待て、ナゼル階級行ったらどうなる、こっからか。いや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 、ムーの住処で何かしらの方法を使えば向こうに戻してやろうかいみたいなこと言ってくるやつがいたと思うんだけど、東に行くと古い建物、まあ、これは解決してんだけど、あー違う、特にフラグとかないのかな。最後族のこの長老みたいな人に話しかけたら、帰り道紹介してくれるのかな。この女は、ムーの怪我はムーのミルク、肉、角、すべてが私たちの役に立ってます。前にいた人だよね、前にいた人ここまで移住してきてるってことか。セリフが全く同じだからな。下の方はムーが歩いてるだけで、わだちの後しか歩くことができないっていう非常にかわいそうな生き物、癖になるよねこの声。これわだちの上しか歩けないってことは、最初雪が積もってない段階でここに来て、しばらく歩いてなかったら雪が積もって歩けなくなりましたっていうことを表してんのかな。で最後族の親方、もう最後族のあれ覚えさせてるもんな、戦闘陣形ムーフェンス。早い段階でこれ覚えさせてなかったらさ、毎回ここまで来てこいつに話しかけてようやく仲間になるみたいな、そういう感じだったのか。それめんどくせえな。でもいずれ王国発展させたらあれなのかな、確か仲間が一箇所に集まるみたいなやつあると思うんだけど、世界各地にいる仲間になってくれるサラマンダーとか最後族の人とかさ、デザートガードとか、そういうのが王国の墓地の下の方に一箇所に集まるみたいな、まあ、街を発展させるとそうなるよみたいなイベントがあったと思うんだけど、あれってスーファミ版でもあんのかな。俺の見てる攻略サイトが
スーファミなのかスマホなのかどれに対応してる FF なのかわかん、 FF じゃねえやロマサガなのかわかんないんだけど、でそうだ陣形についてあんまり触れてなかったけど、デザートフォックスと放天前の陣とあとワールウィンド覚えていたわ。動画の最初に説明するべきだったんだけどな。でお前、アリン・ビョルン、あれ変な名前だな、コンボを得意としています。うん、ナゼール海峡の向こうに移動します。ここにいないときはあちらにいますから。また移動すんの？うーん、いやそういうわけじゃないんだけど、あれ戻れんのかな、あいつに話しかけるのがフラグなのか。2回話しかけたら戻る、2回話しかけたらこうなっちゃうか。1回話しかければ多分いけるはず。話しかける回数が奇数回か偶数回かによってまた家路に戻る道が違ってるはずだから、ここに出てないってことは、待って画面がフリーズしやがった。はい、海峡通らずに戻れるみたいな書いてあったような気したんだけどな。え、違うのか。他にもう行けるところなくね、他に行けるところないんだけど、どうすりゃいいんだ。あ、え、いないいなくなってる。ってことはここにいない時は向こうに移動してるって言ってたから、こうなってしまえばナゼール海峡渡らずとも戻れるとかか。いや、どっちにしろここ歩いて戻んなきゃいけないのか。クソめんどくせえな。まあいいや、裏で戻っておくわ。道わかんねえし。つうことでこの辺で終えよう。次回に続く。